はい、皆さんごきげんよう。村人静江使いのキャプトです。今回は先日のメグラで当たったですね、桐原ロゼッタとの試合を喋りでね、解説していきたいと思います。はい、桐原さんといえばね、あの前作からゴッド、神とね、崇められてたロゼッタ最強の人ですね。うん、はいはいはい。で、まあ、このカードはね、あの着地狩りが非常に厳しいですね。ロゼッタの空上が強くて、村人の着地が弱くてっていう。あと、基礎師か。うん。基礎師がね、桐原さんの上手いんでね、めちゃめちゃ。うん、ただ、パチンコは背がでかい。体が単純に大きいんで、ロゼッタ。ちょっと当たりやすいかなと。で、当たらなくても、ガードとかできても、チコに当たるんで、結構パチンコは多めになりますね、このカード。キャプチャーあるとはいえ、うん、多めになります。はいはいはい。空前で差し返されて、このね、フラットな状態になった時に、割とパチンコ、なんか打ちまくっても、チコに当たるんで、あの、DA とか、DA ですね。DA が一番差し込み怖いんで、DA の前だけ注意して、パチンコは割と打ちまくっていいかなと。はいはいはい。で、チコね、チコに、チコ処理はやっぱね、このカード課題ですね。これみたいに、埴輪とかパチンコとか、適当に打ってると、チコがいつの間にかダメージ溜まってくれてるんで。はいはいはい。で、チコいないときにどこまでね、ここ、だからチコいないですから、攻め切りたいところ、キャプチャーでね、これ。あの、キャプチャーしたパチンコが当たって逆に撃墜してしまうっていう、まあ、ちょっとこれはイレギュラーかな。結構立ち回りは、うん、立ち回りというか、うん、試合内容は良かったのに。はいはい。で、ここで空母で撃墜と。うん、はい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 。でね、やっぱパチンコで相手の差し込みを、うん、追い返す展開が多いかな。うん、今みたいにチコに、チコをとりあえずね、ラインなくしたときはチコを落とすと。で、ここが基礎師。うん、ちゃんとね、埴輪のとこ来るね、来る下ね。はいはいはい。今のもね、うん、チコに当たって、チコが落とせれば、まあ、反撃もらってもいいかなっていうパチンコですね。はいはいはい。これね、キャプチャーされる読みで走ってってガードしてもあんまないんですよね、反撃が。で、その後の DA の反撃がね、クエヌで妥協しちゃってるのは悪いところですね。うん、今の DA 空前ね。とりあえず、外に落とせなくてもダメージはチコ稼いでおくと。うまいね。ステップが結構優秀なんで、ロゼッタ。それで着地地点避けて、避けた後に、ステップで DA で差し返してくると。うん。あれね、パチンコ着地の着地付けは本当にないんで、今みたいな掴みをね、その場回避でやり過ごすって展開結構多いんで、その場回避通った時の最大は把握しておきたいですね。うん、この復帰阻止の展開、あの空母が非常に強いんでね、ちょっと今どういうルート取りだったのかな、正解は。木はね、持続長いんで対処本当に難しいですね。仕掛けが、うん、割と先に動いてくれれば空前で上がれる。うん、空前上がりが割と通ってますね。うん。いや、今のも、ロゼッタに当てたかったけどね、今の。DA 透かせたんで。逆に DA 透かして、こっちの DA 差し返すとかでもよかったかもしれないですね。怖い空した。これはね、埴輪読みだったんじゃないかな、ロゼッタ側の飛び込み。結果的にはこっちのパチンコに噛み合って、空下で外に撃墜と。まあね、ロゼッタ来てるのを見て、もうちょっと慎重に復帰すべきだったかな。なんか割と内容悪くないけど、撃墜を、うん、お手軽に決められちゃったって感じかな。だからまあこの時の精神状態としては、まあまあまあ悪くない悪くないと。うん。撃墜だけ気をつければあるんじゃないかみたいな。うん。気持ちですね、この時。はいはいはい。で、2戦目と。これね、前作はね、前作よりキャプチャーが弱くなってるんですよ、ロゼッタ。ああ、今のもね、ウエスまで取りたい。DA。ロゼッタの
DA はウエスマで取りたい。うん。クーエヌで妥協しちゃダメ。いいですね。ジャンプなくさせて。クーエヌ着地何かで咎めたかったな、今。うん。内側外皮にもパチンコでケアと。いや、今のね、ボーリングの立ち位置が悪いな。あのロゼッタに当てる目的じゃなくてチコをとりあえず落としちゃおうっていうボーリングだったんですけど、若干内側だった。そう、対ロゼッタはとりあえずロゼッタに当たれば儲けもんで、基本的にチコを狙うボーリングを相手のウェビーに合わせるのは結構有効ですね。はい、このチコ、空母をねミスりました。空母出なかったね。はいはいはい。でこのチコを、ちゃんとね DA 組む前で落としきると。でここをいいね、チコいなくなったとこ攻めきれてるのはかなりいいです。水あげたくて割と攻めがおろそかになったとこ、攻めがね雑になったところをつかみで返されると。いやー、今のも崖話クエルとかで不起訴し行きたかったね。崖登っちゃったね。食う前とかが怖い。そう、こっちの撃墜パーセントの時に本当に地上では基礎とか着地狩りは倒されるタクいっぱいあるんだけど、地上はやっぱウエスマがメインなんでね、ウエスマだけ当たんないように。で今フッキーがねフッキーミスってくれて2ストックリードと。これも埴輪で時間稼いで相手を戻すと。で空したチコが当たって撃墜。でもまあ丸々1ストックですね。でこれね下投げの後にチコがいるから動けないみたいな展開ですね。あれ上投げで、どうせ動けないなら上投げで、単発投げの火力が高い上投げ選択もありかな。下投げわざわざしてチコいるから動けませんでガード張ってるんじゃ意味ないんで。はいはい。やっぱりね背の高いところにパチンコが当たって相手は鬱陶しそうですね。やっぱ DA 一つ通るとね、今のも DA 食う前でこうやって着地狩り不起訴しの展開になってるから、 DA をいかにね通さないかで、かつ通さなかった時に邸宅を仕置きするかっていうところが本当に大事そうだな。崖奪い怖かった今。崖奪い多分通ってると空港で死んでたんじゃないかな。今のその場上がりちゃんと食え直したかったところミス。これはねその場上がりガードは死んじゃうやつですね。木の生えてくるものと斧のダメージでシールドが割れると。はいはいはい。で1-1と。そうね、この内容的にはね1本目内容悪くなくて、取りこぼして2戦目取れてるんで、これ3戦目いけるぞいけるぞっていう割と、いい雰囲気のまま3戦目にもつれ込んでます。はいはいはい。ステージ悩んだんだっけかな。顔が緊張してますね。はい、で3戦目と。ここはあの村町ね、あの外への撃墜近いんですよ、あのステージ端からね。なんだけど、結局ボーリングとかパチンコで外撃墜こっちも強いし、ロゼッタの不起訴しでの外撃墜も強いっていう、なんかもうお互い、お互い伸びますね長所が。ダイある分ちょっと着地しやすいかな、終点とかよりは。これね、流れるように1ストック取られてしまう。いい流れだったって言ってたんだけど、その流れを断ち切るような早期撃墜でかなり嫌な展開ですね。さっき言った横撃墜の近さが、下スマと噛み合って早期撃墜しちゃったって感じかな。このラインが回復できない。復帰しも怖い。とりあえず第一弾のもちゃんと見られて、かられると。
いやー、クーダも失敗してるし、良くないですね、流れが。非常に悪い、動きが悪い、動きも悪いし、相手もうまいし。これね、チコ残った時に横 B でね、足止めしてくるんで、あれは分かってないと当たっちゃうんでね。空前が当たっ、うん、すかし着地弱ね。これはいいね。着地隙全然ないんでね、今みたいな。その若い日通りますね。今のも反転をのミス。クーシター暴れが通って、ハニワ爆発。ここでチコ落とせたのでかいね。チコ落とせたこの時に、こうやってターン握られるとお得感がないんで、チコいないのに主導権あっちっていうね。今のもチコ落とせたかな、今、空母とかで。いやー、よくないなこれね、ジャンプ潰したから行きたかったけど、まあ、ダイがね、ダイが復帰を助けちゃったかな。そうね、あそこにダイあるからロゼッタの復帰楽なのかな。こういう展開もタクが一応散るから。今のはね、ずっとやってた着地隙ないから、その馬鹿い日やるやつを読まれて上様ですね。この辺は人の弱さ、俺の人の弱さと桐原さんの人の強さがもう出て、完全にしてやられたって感じですね。ずっとお前回避してたよなっていう。はい、ではね、動画以上になります。また次の動画でお会いしましょう。